インドはその経済圏、デジタル通貨も含めてどこに組み込まれるというふうにお考えですか？インドはですね、これも素晴らしい質問だと思うんですけど、インドは自分たちですね、ルピー経済圏を狙ってると思いますね。だからどんどん今経済発展してますでしょ、インド。でついに去年はイギリスを抜いて5位になりました。で間もなくですねドイツを抜いてその後日本抜きますね。でそうするともうあと10年以内日本も抜くと思うんですけど、そうして自分たちの経済圏を作ろうとしてるんだろうと思いますね。人口比ではもう世界一になってますよね、インドは。そうです、もう抜きました中国を、はい。今後もですね人口ピラミッドが綺麗ですので、子供がたくさんいますので、非常にその活発な社会ですね。中国はもう少子高齢化甚だしいので、発展していくのはインドの方だろうと思いますね。ニュースオフェードスタートです。習近平主席にはロシアを人民元経済圏に組み込むという考えもあるんでしょうか？非常にあると思います。今回の共同声明にもこれからはそのアメリカドルを使わないで自国の国家での取引とか貿易とかですね、決済それから投資、そういったものを増やしていくという項目があるんですね、書かれているんですね。自国決済というとルーブルか人民元しかないわけですけど、ルーブルと人民元どっちが信用されるかというと、それは人民元に決まってるわけで、人民元経済圏を推し進めていこうと。それから電子決済も進めていくって書いてあるんですね。これもやっぱりデジタル人民元経済圏にしてしまおうと。ちなみに中国とロシアの貿易量はですね、去年1903億ドルというですね、前年比で 29.3% もアップしてます。どちらかというともうロシアがもう中国に頼り切ってると。中国としてはこれを機会としてその人民元経済圏を早めていこうということなんだろうと思います。ニュースオフェードスタートです。なぜ日本は世界と比べてこのギャンブル依存症の人が突出して多いんでしょうか？やっぱりパチンコという日本特有の文化があったっていうことはすごく大きいと思うんですね。駅前のどこにでもサンダル履き一つでも行けちゃうような、今度はスマホ一つで公営競技がバンバンかけられるようになったので、その割に啓発とか予防教育とかほとんど取られていない。対策が取られてない理由っていうのはどこ？既得権を持った人が強い力を持ってるからじゃないですか。ギャンブル依存症の当事者家族が声を上げるよりもずっとずっと大きな声があるわけですよね。それと同時に自己責任にしておいた方が国は多分都合がいいんだと思うんです。啓発とかがこう行き届いてくると、国がやってることなんだからちゃんと責任を取るべきじゃないのとか、そういう議論が高まらない方がいいんじゃないかな。あとは私たち自身もすごくこう声を上げにくいっていうところが大きな要因にはあったと思いました。ニュースオペードスタートです。このギャンブルであることを国や社会が隠すということが依存症が増える最大の理由なのかなと思うんですね。これ何といってもね、利権化されているのは、この各省庁にとっての、まあ、美味しいお財布になってるんですね。例えば競馬はこれ農林水産省ですよね。競輪が経済産業省とかね、協定が国土交通省とか、あるいはパチンコはこれ警察庁ですね。もうそれぞれが美味しい食事というか利権というか、まあ、ちなみに都とは文科省とかですね、各省庁の特別会計の方に入ってくる、まあ、国会の、審査もない、まあ、ポケットマネーになるということがもう最大の理由だから。だからこそ国としても本腰を入れずに、まあ、自分たちが美味しければいいやと、そこで依存症になって、まあ、家庭が何かいくつか壊れて、しまっても、まあ、知ったこっちゃないやというのが根底にあります。ニュースオペードスタートです。そもそも日米地位協定にしろ日米同盟にしろ非常に偏無的な条約なんですよね。つまりアメリカは、義務を負わないけど日本に義務を負わせると。基地の使用権とかですね、事実上日本にはそういう意味での、主権という部分が随分制限されてるんですね、アメリカによって。じゃあ一方で日本はどうかというと、アメリカの、ね、国土に関して日本が使えるところはほとんどないわけですから、そういうように偏無的な、条約を結んでいるにもかかわらず、ここの部分だけは同盟はお互い責任を負えよってなってしまってるというところには疑問があると。ただ一方でじゃあ日本がそのアメリカの傘の外に出て生きていけるかというと、私はそこは非常に悲観的で、まあ、現実問題として相当難しいなというのがあります。そもそも外交とか防衛に関してのほとんど知識もですね、覚悟もない国が、そういうふうに動いていたとしてもですね、まあ、おそらく、失敗の連続というか。ニュースオペードスタートです。
デジタル化の機運も高まっている中で、企業が取り組むべき最優先事項っていうのは、もう日本の企業はですね、こうデジタル化遅れてるって言われてますけれども、うん、非常に業務がサイロ化していると言われています。要は個別最適化していましてですね、でデジタルっていうのは例えばパッケージみたいなものとか、今クラウドとかっていろいろありますけれども、標準化っていうのに非常に相性が良くてですね、各担当が個別のことをするんじゃなくてですね、ある程度こう似たような業務は似たようなこう業務の流れとか機能にしてしまう、そうするとシステムに乗りやすいっていうところがあるんですね。やっぱ日本人ってすごく真面目で丁寧なんで、一個一個完璧にやろうとするんですけども、本当にその付加価値がある仕事なのかどうかっていうところの見極め、デジタルの特性を理解しながら、この部分はしっかり例えば AI 含めてデジタルに任せると、ここは付加価値の高い業務なので人がやると、こういったテクノロジーの活用を踏まえて、業務の棚卸し整理っていうのがすごく大事じゃ必要じゃないかなというふうに考えています。ニュースオペイドスタートです。技能実習生の制度が廃止の方向に動いています。この技能実習生っていうのは国際的に見るとですね、働く人たちの人権をですね無視してるんではないかっていうね、非難がずっとありましたよね。しかし一方で日本の国内ではですね、労働力が不足していて、それをね補ってるっていう実態もあったわけですよね。ですからその両方のですね面をどうやってですね改善していくのかっていうね、例えば転職ができないとかですね、賃金がですね未払いになってしまうとかですね、あるいは送り出している国のですね、ありていに言ってしまえば公共的な機関じゃなくて企業なんですけども、そういうところがですね不法な高額をですね得るとかですね、そういう問題やっぱりあると思うのでですね、その辺は本当に一つ一つ改善して日本の社会にもプラスになるような、あるいは国際的にですね見てもですね人権問題ということでですね指南されないようなものに変えていくっていうのは本当に必要な作業だというふうに思いますね。ニュースオペイドスタートです。陸上自衛隊のヘリの捜索が難航しているようです。これね、報道を見ましたね、肝心の報道がないんですよね。なぜこの地域に第8師団長以下がわざわざね立ち任務幹部を引き連れて行ったのか、それが未だに報道されてないんですよ。宮古島というのはね、台湾に一番近い島々ですよね。当然そのことがあるわけですよ。じゃあなぜ海岸線をずっと辿ったか、それもあるわけですよ。それはもちろん辿ればもうおのずから何をしようとしてたかというのは見ても分かるんだけど、その報道は全くない。これは危機管理に言えることなんだけど、いかにそこが大事であってもね、一つのヘリコプターにね幹部が8人も同乗していくということはあってはならないんでね、これ基本的に2台3台に分乗していくとか、どうしてもその日に行きたかったらね、そのくらいのことをやらない。でもしね分乗していたら一機がこういう事故を起こしたらすぐに救難体制が取れたわけです。もっと命を大事にするね、その考え方を身につけてほしいと思ってますよ。涌井さんはこのニュースをどうご覧になってますか？私はね